キャメロン・ミシェル・ディアスは、アメリカ合衆国の元女優。交渉身長173センチメートル。カリフォルニア州サンディエゴにて生まれる。父、エミリオ・ディアスは、スペイン系9倍民2世の石油工場の現場化。1970年生まれの姉、チミーヌがいる。地元の名門高校、ロングビーチポリテクニック高等学校に在籍していた。 16歳の時にエリートモデルマネジメントと契約し、高校を中退。17歳の時にファッションモデルとしてデビュー。1992年に日本に約2ヶ月間滞在したこともある。その後、カルバンクライニー・ヤリー・バイスのモデルをしていた。1990年7月号のセブンティーンで表紙を飾り、特集が組まれた。21歳の時にマスクのオーディションに合格し、 映画デビューを果たす。その後は地味な活躍ぶりだったが、1998年公開のメリーに首たけが1億ドルを超える大ヒットとなり、本作でニューヨーク映画批評家協会賞女優賞を受賞、ゴールデングローブ賞主演女優賞にもノミネートされ、一躍スター女優となる。2000年にチャーリーズ・エンジェルに主人公3人組の一人であるナタリー役で出演し、 この映画は2.64億ドルの興行収益を上げた。シリーズ続編でも主演し人気を博した。翌年にはトム・クルーズ主演のバニラスカイに出演し、その演技によりゴールデングローブ賞を含むいくつもの賞にノミネートされた。2001年からはアニメ映画シュレックシリーズのフィオナ姫の声優を務めている。トロント国際映画祭2005年より MTV で トリッピン、キャメロン・ディアス世界冒険機構に出演。この番組はドキュメンタリー番組で彼女が友人と共に世界の辺境の地や世界遺産を巡っている。彼女は同番組のプロデューサーも務めている。ギャング・オブ・ニューヨークや私の中のあなたのようなシリアスな映画にも出演しているが原点であるコメディ映画の方が売れ行きは良い。ナイト・アンド・デイや グリーンホーネット、バットティーチャーなどは、工業収入が2億ドル超えを記録している。2014年公開のアンニエ、アニエの出演を最後に活動を休止しており、その理由について20年にわたる撮影のための旅に疲れたとインタビューで説明した。2018年3月12日、親友のセルマブレアが、彼女は女優を引退したと伝えた。 直後に冗談だったと否定したものの、後に本人が自身の口から引退を認めた。過去にマット・ディローンやジャレット・レットとの交際歴がある。2006年まで歌手のジャスティン・ティンバー・レイクと交際していたが2007年1月、ロマンチックな関係を終えたと破局を発表した。一説によれば、ジャスティンが自身の曲の PV 内で女優のスカーレット・ヨハンソンと恋人を演じ、 それを見たキャメロンが嫉妬し、破局。その後イギリス人モデルのポール・スカルフォート。その後、メジャーリーガーで、ニューヨーク・ヤンキースの手法であるアレックス・ロドリゲスと、交際中と報道されたが、同年9月の時点で分かれている。2015年に1月5日、7歳年下のベイ・パンクバンド、グッド・シャーロットのミュージシャン・ベンジー・マッテンと、ベイ・ロサンゼルス近郊ビバリーヒルズの自宅で、 結婚式を挙げた。義惑は、ニコール・リッチー。2020年1月、第一子となる女児が誕生した。キャメロン・ディアスとベンジー・マッテン夫妻は2020年1月3日、インスタグラムで、明けましておめでとう。娘、ラディックス・マッテンの誕生を発表することで、この新たな10年をスタートできることを幸せに思い、感謝していますとコメント。ありがとうございます。